忍者戦隊カクレンジャーより変身後の名乗りの際、他の4人に比べて1人だけ英語ネイティブ感が出てしまう忍者ブラックジライア役のケイン小杉さん。スーパー変化ドロンチェンジャー、忍者レッド、サスケ、忍者ホワイト、鶴姫、忍者イエロー、正解、忍者ブルー、サイゾウ、忍者ブラック、ジライア。こんにちは、認定心理師の高野祐介です。先日の講義でパーソナリティ心理学では人のパーソナリティをどのように捉えるかについて解説しました。復習ですが、人のパーソナリティを分類して捉える考え方を類型論、特徴によって捉える考え方を特性論と言いましたね。この講義をまだご覧になっていない方は概要欄からご覧ください。今回はこれら2つのうち特性論の方をご紹介しましょう。というわけで今回の講義では特性論、これについて5分で分かりやすく解説していきます。ぜひお楽しみください。最近アップルから新しい iPhone が発売されましたね。 iPhone11、 iPhone 11 Pro、 そして iPhone 11 Pro Max の3種類です。これら3つのうちどれか1つを選ぶとしたら、皆さんだったらどのように決めますか？もしかしたら最も値段の安い11を選ぶという人がいるかもしれません。あるいはカメラが3つついていて画面も大きい11 Pro Max にするという人もいるでしょう。ちなみに僕はカメラが3つついていてサイズも従来の iPhone シリーズに近い11 Pro 推しです。このように値段、カメラの数、画面の大きさといったいろいろな物差しで3つの iPhone の個性を捉えることができます。物差しはこれらの他にもバッテリーの持ちとかカラーバリエーションとかいくつかありますよね。人の個性についても同じように捉えることができます。様々な物差しを準備して、その物差しによってその程度の大小で人の個性を測ったり表したりする、このような方法を特性論と呼びます。特性っていうのは個性を測って表すための物差しのことです。特性論は現在も用いられているパーソナリティ理解の主要な方法です。先日の講義で解説した類型論の問題点が、多様なパーソナリティを少数の方に押し込んでしまうという点にあるとすれば、特性論は個性を記述する自由度の高さという点が一つの特徴だと言えます。では具体的に人の個性を特性論によって考えてみましょう。例えば高野くんとゆうすけくんという2人の男の子がいるとします。この2人を優しいという特性と真面目という特性について10点満点で得点付けすることを考えてみましょう。まずは高野くん。もうね、すでにこの響きから優しそうで聡明そうな雰囲気が漂っていますが、優しさが8点、真面目さが3点だとしましょう。一方でゆうすけくん、こちらもね、真面目そうで質実剛健そうな雰囲気が伝わってきますが、優しさが2点で真面目さが9点だとしましょう。この優しいとか真面目とかのように、全ての人に共通して考えられる特性を共通特性と呼びます。ちなみにこれに対してそれぞれの個人にしか存在しないような特性を個別特性と呼びます。ただ優しさ8点、真面目さ3点だけで高野くんのパーソナリティが表現できるわけじゃありませんよね。他の共通特性だって考えられます。つまりどの特性を用いるのか、そしてその特性がいくつあればその人らしさを表現できるのか、これらが問題になってきます。このことについてこれまでまたいろいろな人がいろいろな研究を行ってきました。例えば主要なものとしてはこんなものがあります。このうち現在最も支持されている特性論であるビッグファイブ理論については別の動画で詳しく解説する予定です。ぜひ楽しみにしていてください。え？特性論の研究者の中に忍者ブラックがいるって？いや、忍者ブラックじゃなくて黒忍者。今回の講義のまとめです。 1. パーソナリティ心理学では人のパーソナリティを捉える方法として類型論と特性論の2つがある。 2. いくつかの物差しを用意してその程度の大小で人の個性を測ったり表したりする考え方を特性論という。 3. 現在主要な特性論の1つにビッグファイブ理論がある。はい、というわけで今回の講義は以上となります。この動画が良かったという方はぜひ高評価をお願いします。また今回の講義についてのご質問、チャンネル全体についてのご意見やご感想がありましたらコメント欄にご記入ください。お待ちしています。そしてこのチャンネルでは大学で学ぶ心理学が5分で学べる、人生を豊かにする心理学の知識が身につく、
こういったコンテンツを毎日投稿しています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次の講義でお会いしましょう。さようなら。